FM が進化したなって正直な感想です。近くのやめようと思いますかね。アプリケーションの方々はすごい優秀だと思います、うん。今回本当御社の装置入れていただいて非常に感動してます。オックスフォードさんのファンになっていまして、本当出会えてよかったなんて。弊社がちょっと注力している領域っていうのが医薬品とか、まあ、医療材料というところから、まあ、それがヘルスケア事業領域って呼んでるんですけど、それからアラミド繊維、それから炭素繊維といった樹脂も含めてマテリアル事業領域っていうところまで結構幅広い事業をやっておりますので、まあ、そこでいろいろ開発中の、まあ、研究段階の、まあ、サンプルだったり試作品だったりの、分析評価に活用させていただいております。やっぱり結構測定する時間も結構長かったりで、なんか具体的な実際のサンプルを実際に測定してみるとやっぱりちょっと無理な材料の方が圧倒的に多かったのがございます。同じように、まあ、形状像とか取るんであれば電子顕微鏡の専務の方が高真空だけじゃなくて低真空の技術も上がってきていましたので、じゃあそちらで形状プラス電子像のコントラストで結晶とか飛翔とかの解釈もある程度ちょっと進んできたりとかいうことで、まあ、そういう意味で少し AFM 自体って思ったほど使えないねっていうのが、うん、認識でした。まあ、一つは Z レンジが従来よりも大きくなってるんで、少し凹凸大きい表面でもちょっと測れるんじゃないかなっていうところで、繊維って一本の繊維で見るとまん丸で曲率あるんですね。で曲率あったところの表面を、まあ、凹凸測るので、他の鏡焦点のレーザー顕微鏡とかでも非常にちょっと難しいところがありまして、まあ、従来よりはどうやら測れそうだねっていうことで調査を始めたところでした。実際測るときにどういう針を使えばデータが出るのか、なんかそういうところも各メーカーさんのノウハウなんですよね。でそれのところまで残念ながら我々ちょっと弊社のところ FM のすごい元からやってたエキスパートっていうのはいませんので、材料とか他の分析の方はかなり知見持ってるんですけど、 FM の方はもう完全に入れるときはメーカーさんの方に結構技術的なサポートですね、ちょっとしていただかないと、まあ、装置は良くても使いこなせない、まあ、そういうのもありますので、まあ、その辺のところを加味して、調べました。同じサンプルを、はい、同じ時期にサンプル情報も結構、まあ、材料の情報ですね、かなり開示してお出ししたんですけど、ポリマーのアロイというか混ざり物の A と B っていうポリマーの混ざったようなサンプルをクライオの4ミリムで断面出したやつで、まあ、表面の形状像と A と B っていうポリマーが相分離してるんですけど、そこの断性率の像をできるかどうか調べてほしいっていうのがまず一つ目のお題でした。オックスフォードさんの方は A と B っていう
のポリマーが断性率高い方と低い方が間違えてなくて正しい断性率群だったんですけど、もう一つはちょっと反転しちゃいまして、どうやっても取れない。それの理由としてはサンプルの表面の凹凸があまり大きすぎるんで綺麗に取れないんで、このサンプルはダメですねっていうお答えでした。こうでデータ送っていただいてちょっと説明していただいたんですけど、なんか全然別次元のデータでした。ノイズレベルがやっぱ全然やっぱ違うなっていうところ でやっぱブルードライブを唯一市販化されてるっていうのもオックスフォードさんだけだったんで、まあ、オックスフォードさんにも決めていいなっていう判断しました。装置の設計思想とかその辺がちゃんと測定できるように作られてるっていうのがよく分かりました。デモで送らせていただいた同じサンプルをまた測りましたんで、リモートでも測れるデータなのかっていうのを、それを見極めるのがちょっと大事だったんでできたんですよね。じゃあやっぱり使える装置だなって、ビギナーの人からでもちゃんと正しいデータ測定ができる装置、ご指導が正しく導いてくれたっていうのがあるんですけど、やっぱり良かったなって思います。私は本当、繊維の方だと思うと、まあ、なんとなく境内が見れるんだなっていう状態だったのが、まあ、ジュピター使って、すごく表面の形態、形状まで、こんなに見えてきたので、それがすんなり出てきたので、もうやっぱ進化したんだなっていうところは、はい。ポンとサンプルってポンと進行にもあれしないし、導体処理もしないですし、でそれでポンとナノオーダーの像が取れて、そこにボルボ性の評価もできるっていうのはこの AFM でしかないかなと思いますので、どんどん発展してほしいなっていう希望があります。業界初の機能を持ってますよとかいうので、どん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 発展してほしいなと思います。そのためにももうちょっと AFM を昔はできなかったなっていうのがちょっと払拭して、私もちょっと払拭した一人なんですけど、もっともっと世の中に認知していただいて、もっといい装置の開発の方にもつながっていけばいいかなというふうに考えております。